なんかテレビのビジョンがノイズやったらっていうコメントいただいたんですけど、今ノイズになってたね。あ、おー、パラです。チェルです。パラチェルです。はい、ファンパレやっていきましょう。いきましょう。今回ね、ログインボーナスでもらった SSR 確定ガチャというところで、うん、ポロさんがね、引いていくというところですね。キャラ欲しい。これね、SSR キャラ確定チケットじゃないから。そうなんですよ。これ、あの、思い出と半々っていうやつよね。いやー、どう出るかだよね。 50% の確率でキャラが出るのか。ポロさんも今キャラ不足だから、キャラが何としても欲しいというところですよね。そうなんです。遠征も行けてない感じです。キャラ数が足りなくて。なるほど。じゃ早速いきますか。ちなみにポロさん、うん、欲しいキャラって釘崎さん欲しいですよ。あー、釘崎さんね、人気ですよね。強いと噂の、ね、うん、なんか動画とか見てると火力すごいもんね。いや本当に欲しいよね。うん、いいですか。いいですよ。狙っちゃって。はい、どうぞ。まあでも突っても強いからね。いい、うん、あー緊張する。あー濃いかんざし。もうこれだって確定だもん。まあまあまあ、まあ、国勢はなしか。なんかテレビのビジョンがノイズやったらっていうコメントいただいたんですけど、今ノイズになってたね。 あ、キャラだ。あ、嘘おー、来たよ。嬉しい、よかった。すごい、狙い通り。狙い通り。これかなり変わるんじゃない、いろいろ。いや、ガラッと変わりますね。あ、よかったね。ガゼンちょっと育てますよ。超強いっていう噂のね。ね、これでちょっと攻略も動画も出せるんじゃないですか。パロさん、いけますね。よかったね。ありがとうございます。じゃあ変わっていただいてもいいですか。うん、変わりましょう。はい、変わりました。はい、僕もね、引かせていただきます。誰、まあ、僕も釘崎さんか五条さん、五条先生が。ああ、五条先生ね。うん、欲しいな。強いも最強だもんね。まあでもこの流れからいくと俺は多分思い出ないやろうね。ああ、そうだね、半々だからね。うん、そうね。じゃあ行きます。お願いします。でも前回犬巻くんもお揃いだったから。ああ、確かに。もしかしたらノイズ、何、黒線。おお、黒線。黒線。で、ほら、ノイズノイズ。本当だ。ほらほら、ビジョンがノイズになってた。うんうん、これもなんか確定っぽいけどね。お、キャラ。あ、おー、かぶったー。すごいね。かぶったー。かぶったね、犬巻君。いやいや、でも俺めっちゃ使ってるから。強い。火力がね。まあまあまあ、とつれるのはそれはそれでね。でもなんかこうね。まあまあ、残念な気持ちは若干あるけど、まあまあ強くなるけど、まあまあよかったよ。そうだね。でもね、僕ね、もう一回あるんですよ。あ、初心者クエストクリアした7日目の報酬ですよね。そう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 、いただいたんですよ。あ、回しちゃいます。これ回しちゃいます。え、一緒に回しません。え、あ、待っとくってこと。待っとく。いや、もういいんじゃない、別々で。いつになるか分かんないからさ。じゃあ行きましょうか。いいですか。じゃあ次こそ。あ、なんかこう言わないと。私ほら、かんざしって言って回したから。あー、なるほど。欲しいキャラのこう何か、言わないと。名ゼリフ急に来るね、そういうこと。ぶっ飛びにしとこうか。私は今度じゃない、ぶっ飛びにしたら来るんじゃない、もしかして。サントズーマとかね。いいよ、行きます。ぶっ飛べ。どうかな、ぶっ飛ぶかな。これぶっ飛び来たらすごい、ね、これキャラだもんね、確実に。そう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 、ほらノイズノイズ、ビリビリって。いいね、いいね、ビリってる。誰、誰やろうね、誰。あ、パンダちゃん。あ、これは嬉しい。なんかタンクらしいけね。いや、めちゃくちゃタンク感すごいもんね。この見た目。確かにタンク感すごいね。すごいよ。いや、結構ね、なんか使えるらしいからね。いや、しかしすごいいかついですね。ね、あ、いや、よかったよかった。やったね。とりあえず SSR キャラが増えたからね。うん、いるキャラ増えたね。ぶっ飛べとつったけど、まあまあそれはそれでいいね。うん、うん、全然強いから。ね、ということで、ちょっとね、人とは違う編成でいろいろ挑んでいくと思いますけどね。うんうん、まあ、まだね、ちょっと攻略動画というか、もう俺らが攻略動画出す前にもう先人の方たちがバンバン出してるから、まあ俺たちまったりね、やってみた動画で。そう、後ろからついていく感じでね。そう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 、真似しながらね、うん、パクりながら行きましょう。行きましょう。はい。では今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。